鈴木美優です。ピッ。今日はグレイル、夏のアイテム2枚分を紹介したいと思います。待ってました、グレイル。やっぱね、グレイルアイテム可愛いからテンション上がるんだよね。合わせやすいし可愛いし、とにかく楽しみ。もう今回も可愛いアイテムがいっぱいあるので、ちょっとどんどん着て紹介していきたいと思います。その前に、皆さん、私今10万人のチャンネル登録者数を目指していますので、この辺にあるチャンネル登録のボタンをポチッとしてもらえると嬉しいです。それではレッツゴー。1アイテム目着てるこちら、かわいい。これマジかわいい。これがパッド付きのチェック柄キャミソールです。で、まあさ、やっぱインナー問題はもうずっと夏は悩んでいくものなのよ、女子はね。すごいみんなわかると思うんだけど、だけどこれはパッドが付いてます。嬉しい。だからもう1枚でさらっと着られるアイテムで、まあこのチェック柄、これがね、確か色が水色とか、なんだろう、なんかラベンダーとか、確かいろんな色があったんだけど、私は黄緑にこの白だとデニムとかとも相性いいかなと思ってこれをゲットした。これなんか素材はね、めっちゃいいの。水着みたいな、アイロンいらない感じの素材で、着心地も良くてね、いいんだけど、個人的にはわかる、これもう見てわかると思うんだけど、紐が長いのね。で、これ長さ調整もできないタイプだから、ちょっと着るの難しいかなって思うけど、まあ上着羽織ったりしてここが見えないようにしたりとか、まあ、シャツこうやって巻いちゃったりして隠したりとか、そんな感じで着れるかなって感じ。次のアイテムは、本当に夏絶対みんな買った方がいいアイテム、こちらで、この色違いもゲットしてます。これがブラックで、こっちがアイボリー。全く同じアイテムを色違いでゲットしたんだけど、まずパッドついてるタンクトップ、これすっごく嬉しい。で、パッドの下にこうゴムがついてるんだけど、そのゴムが結構しっかりしてて、なんかフィット感がちゃんとある感じ。後ろががっつり開いてんのね。やっぱ背中開きのワンピースとかさ、そういう時にこのタンクトップインナーに仕込むと見えないし、これ超いい感じじゃない。で、結構さ、このシルエットがタイトなのも嬉しいし、で、ここが、はい、こんな感じでメロンに、ね、なってます。まあ私はインして着ちゃおうかなって思ってるから、これはまあ見せないでもいいんだけど、こんな感じになってる。ちょっとアイボリーも着ます。アイボリー着てみたらこんな感じ。皆さん、今着てみて気づいたんだけどさ、これもなんか若干紐長い感じもします。だからまあ自分の体型に合わせて、なんか自分の体型だったら着れそうみたいな感じで選ぶといいかもしれない。でもまあやっぱね、こういうインナー大事。次のアイテム、こちらになります。こちらジレとそのジョガーパンツのセットで、セットアップで3599円。まあグレープにしては超用高め。まあ普通にね、セットアップって考えたら超安いんだけど、でこのピンクのセットアップにこう白のスニーカーとか合わせて、まあ、ジョガーパンツだしね、こういう風に合わせて着るのが可愛いかなと思ってゲットした。だけどちょっとシワが、届いた時のシワがすごい感じ。すごいよ、パンツも結構シワって感じだから、まあ着るとなったら一回アイロンかけてもらって、でまあなんか着てもらう感じなんだけど思ったの、買った時にこのジレとそもそもジョガーパンツって素材が違うから、どっちもちょっとスウェットっぽい感じかなと思ったら、ジレ合わせの素材だった。まあこんな感じの、見てもらうとあれなんだけど、ちょっとシワが入りそうな感じの素材の感じです。だから私が思ってた素材とはちょっと違ったんだよね。まあまあでも、こうやってやっぱ引きで見るとピンクのセットアップ可愛いなと思うし、おしゃれだなって感じ。次のアイテム、こちらロゴ刺繍 T シャツ999円。3桁だよ、3桁ありがたいよ本当に。でまあこの T シャツは買ったのは、やっぱね、私刺繍のね、 T シャツが大好きなの。ほらこちら刺繍なのね。だから刺繍ってだけで高見えするし、おしゃれ感増すって私思ってるから、刺繍なのと、あとやっぱこの H が書いてある T シャツは私字体が結構大事で、このなんかレトロ可愛い大人っぽい、なんだろう、レトロ大人可愛いみたいな、この字体がね好きだったからゲットした。白 T かけるこの緑が好きで、去年モズフォレストレーベルとコラボ T シャツ出させてもらったんだけど、その時も白に緑の文字入れたぐらい、このね組み合わせがすっごい可愛いなと思 う。 こうデニムとかにね、ちょっと今すごいシンプルなんだけど、デニムとかに合わせて小物緑にしたりしたら最高。次のアイテム、こちら可愛い。私やっぱ緑が好きなのよ。
緑のこの花柄のショート丈ニットトップス、これ799円。安い、ありがとうございます。ほんと安いね。でこのお花がねワンポイントドーンってなってるんだけど、なんかこのさ、こう超いびつな、なんか小さい子が描いたみたいなこのお花がなんかすごいレトロで可愛いなと思ってゲットした。まあニットトップスなのでニットなんですけど、結構細かめのニットな感じ、すごい着心地は私すごい好き。え、次のアイテムボトムになります。こちらこの前にスリットが入ってるタイトスカートになります。白のさスカートって合わせやすいじゃん絶対、まあ、これとこれもね相性いいし合わせやすそうだなと思ってゲットした。ツイルっていうなんかコットンの素材のことらしいんだけど、こんな感じの結構柔らかい感じで、まあ薄くて涼しい分やっぱシワになりやすいのかな。でもアイロンして着る感じかな。白だけどあんまりこうインナー問題もなさそうだし着やすそう。今見てる感じだと気にならないから、まあ光の加減とかによって変わるかもしれないけど。次のアイテムこちら、センタープレスストレートパンツのライトピンクを買いました。もうさ、お花との相性も良くない？可愛いよね。まあこのねセンタープレス、これ足長効果があるから大好き。結構サラッとした感じで全然肌にまとわりつかない着やすい感じはあるんだけど、私はこのグレイルのこういうストレートパンツを何本か持ってるんだけど、クローゼットにはしまわずハンガーにかけてこう吊るして収納してます。その方がいいと思う。でも可愛いから OK。 次のアイテムシンプルなんだけどめっちゃいいって思った。これじゃん、センタープレスセミフレアパンツで、さっきさ紹介したラベンダーのボトムがセンタープレスストレートパンツ、こっちがねセミフレアでちょっと形が違うんだけど、さっきのやつとねなんか名前がね似てるから今回どっちも買ってみて比べてみようと思ったので、さ素材が全然違うのよ。こんな感じでさっき結構シワ寄ってたと思うんだけどね、これなんだかシワ寄らなそうな感じだからアイロンいらないかも。個人的にはこっちの方が嬉しい。だからさっきのパンツは結構ここからもう太めでストレートだったから足をちょっと隠したいって子にもおすすめで、これは結構このお尻周りのシルエットは分かっちゃうけど、この辺がやっぱすっきりしてるからなんかこうシルエット見せてスタイルアップしたいって子におすすめかも。合わせやすそう。次のアイテムこちら、ショート丈ルーズジャケット、このショート丈のね半袖のジャケットで、今さ黒のボトム紹介したんだけど、こうやって合わせるとセットアップで着れるかなと思って今回一緒にねゲットしてみたので、なんかパッと見セットアップじゃない、いけるくない。なんかねよくよく見るとこんな感じで、まあちょっとアイロンは必要になってくるかなって感じの素材だから多分ねちょっと違うんだと思うけど、まあ見た人は分かんないからこんな感じでセットアップとして着るのも良さそうじゃない。袖のこの丈感のところは結構長めになってて、なんか大人っぽい印象になるかなって感じ。次のアイテムから小物になります。こちら今年流行りのグルカサンダルです。白のグルカサンダルも持ってるんだけど、やっぱね白って汚れてきちゃうから結構今汚れてきちゃってて、でまあグレイルってさお安いからなんか汚れてもまああまり気にならないというか履き倒せるかなと思ってゲットした。あんまりこうヒールがないというか全体的に結構薄めの、身長高い人とかはこのぐらいペタンコだといいよね。ちょっと履いてみます。履いた感じこんな感じ。グルカサンダルって結構いろんな形出てるんだけど、これ結構複雑で高見えする感じのデザインだよね。でまあこんな感じなってて、まあ見た感じ可愛いし、まあ高くないし安いしいいね。次のアイテム大人のアイテムこちらスクエアトゥストラップサンダルで、これがねめっちゃ安いんだよね、ありがたい本当で、この別光柄を買いました。なんかね私結構洋服いろんなジャンル着るんだけど、ガーリーとかカジュアルとか、まあ、大人っぽいのとかでも全部共通してこなれ感をね大事にしてるので、これは大人バージョンのこなれ感が出るって私は個人的に思ってる。だからこれ大人のファッションに合わせたいなと思ってゲットしてみた。履いた感じはこんな感じです。ねえかわいいよ本当に。これが1000円台って信じられないぐらい高見えする。
本当なんかさ、ルミネ新宿とかで8000円ぐらいで売ってそうな感じのサンダルなんだけど、やっぱさ、ストラップが細いから高見えするよね。で、まあこんな感じでヒールが結構低めだから歩きやすいし、あとなんかね、歩いてみた感じ全然脱げそうな感じもしない。うん、こりゃいい。ラストアイテム、こちら。かわいい。これね、めっちゃかわいい。バッグなんだけど、これすごいのがね、まあ私今こう持てるタイプにしております。なんだけど、はい、この長いバージョンもついてて、ショルダーバッグとしても使えるの。手持ちとショルダーはあると思うんだけど、この肩にかけられる長さとショルダーっていうのが私あんまり見たことないからいいなと思ってゲットしたの。このバッグと同じ色のこのベルトみたいな金具がついてるのが、これもこなれ感あって可愛いなと思う。中はここチャックついてる。嬉しいね。これはこれもう分かってる。ここにさ、リップとかさ、パスモとかさ、いろいろ入れられるんだよ。このぐらい、ペットボトルは無理だけど、まあいろいろ入る感じ。というわけで、グレールの夏服アイテム紹介2万円分でした。今回もマジで可愛かった。ということで、今日の動画がちょっとでも良かったなって方はグッドボタンとチャンネル登録、そしてコメントをよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。